ガーシーはこの木原さんの暴露を1年前に始めています。でも木原さんの暴露をしていくと、この人実は愛人もいるんですけど、その程度の話じゃなくて、実際の正式な奥さんですね、現在の奥様が週刊文春がすごいことをやってるなということで、まあ、私も買ってきました。まあこのようなですね、ページでですね、まあ、これが亡くなった、安田明音さんで、そのお父さんで、木原誠二さんですね、で、上司にあたる、岸田総理ということ、まあ、それ以外にも、もうね、この事件は殺人事件じゃないんだ、自殺だということを言った警察庁ですね、長官の露木長官、であったりですね、今回ね、二階さんは今回は特段真っ当な指示を出した人だと思っていますが、要はこの事件はですね、ちょっとガーシーが逮捕されていることも含めて可能性があるので、まあ、僕の想像の部分も入れながらちょっと話をしていきたいなと思っています。っていうのは、この週刊文春を読まないとですね、テレビが報道していないので、でまあ、文春自身の中身を全部喋ってしまうことが、文春の商売の邪魔になるんじゃないかなっていうのもあるんですが、ただまあ一方でちょっと国民が全てのこれ国民主権ですから、非常に危険な状態であることをですね、一人でも多くの国民に知っていただくことの方が、まあ、僕は大事だと、まあ、文春さんの売り上げよりも売り上げももちろん大事なんですよ。ただ多くの人がここに関心を持っていただかなきゃいけないということで、まあ、記事を読んで僕の推理も含めて、全然この事件のことをわからない人に、分かりやすくちょっと解説をしていきたいと思っています。まずですね、登場人物が1から8まであって、まず X 子さん、まあ、この今回 X 子さんを中心に考えるのが、まあ、これ女性なんですけども、中心に考えるのが一番分かりやすいということで、この木原官房副長官の現在の奥さんということですね。これが X 子さんです。で、次 X 子さんの最初の夫をですね、新太と書いていますが、亡くなられた安田種夫さんというです、ね、2006年、今から17年前になりますかね、亡くなっています。 X 子さんの当時の旦那ということですね。で、次 X さんの2番目の旦那、これが X さんの2番目の旦那、多分2014年ぐらいに今の木原官房副長官と結婚して、現在もこの X 子さんは1人目のご主人がお亡くなりになったので、木原さんと結婚をして、現在もこの2人は婚姻関係にある、いわゆる、まあ、木原官房副長官の奥様という形ですね。この X さんは3番の人で、4番 X 子さんの父親Z、 この人は警視庁の警察官、まあ、今現在は警察官だった OB になっていますけども、 X 子さんのお父さんがこれ Z さんという方です。で、この人が警視庁の巡査部長、当時2006年の時になって、現在は警察官をもう定年退職しているというかです。で、5番、X 子の浮気相手 Y、 この人、まあ、サブ中というかね、覚醒剤をしていて、現在は、シャバに、いわゆる刑務所から出てきてますけども、この事件があった時には現場に行ってですね、この X 子さんの浮気相手、この人がご主人なんですけども、浮気相手であるっていう人がこの Y さんっていう人が、この人が文春の取材とかにもめちゃくちゃ喋っていますし、警察の捜査にも答えてるっていう。で、6番ガーシーはもうちょっとこの直接関係はないんですが、この木原さんの暴露をですね、やってました。去年からね、ちょうど1年ぐらい前。まあ、それによって木原さんを暴露したことによって、ガーシーの YouTube が止められたりとか、今回逮捕を、インターポールを使ってガーシーが逮捕されたのではないかなと僕は想像しています。で、まあ、ちょっとガーシーだけは直接この事件に直接は全然関係ないので、で7番、警察庁長官、先ほど言った露木さんね。で、次8番現場の刑事、まあ、これ現場の刑事さんっていうのは30人から40人がいらっしゃるようなんですが、佐藤さんという刑事さんで、昨年この方も警視庁を退官してるか退職されてるんですが、この
殺人事件というか、まあ、タネオさんが亡くなった2016年の事件はですね、2006年、これはこの時は自殺と判断されていたんですが、今から5年前の2018年にコールドケースといってですね、過去のそういう迷宮入りしてる事件を調べるという捜査チームがあって、そこで調べたところ、このタネオさん、安田タネオさんが自宅で、ナイフで刺されて死んでいる事件は殺人じゃないか、自殺じゃなくて他殺、いわゆる殺人事件じゃないかということで、2018年に再捜査が始まったということで、その時の、まあ、この X 子さんにのに、まあ、事情聴取をしていた刑事さんとで、この人はですね、明日1時から文春の建物で、記者会見をするということで、今回の件すごく、まあ、なんていうのかな、大きく、これはもう捜査をしたね、警察官が、まあ、刑事さんが実際に、捜査の内容を喋るっていうのは、これは守秘義務違反、公務員の守秘義務違反、まあ、地方公務員法のですね、守秘義務違反にあたってですね、懲役まである犯罪になるんですね。ただ、それが公益性があるとなれば犯罪にならないということで、いずれにしてもですね、この現場の刑事さんがこの種尾さんが亡くなったことについて、自殺じゃないんだ、他殺なんだ、殺人事件なんだということを訴えたくてですね、わざわざ明日記者会見をするということなんですね。で、この事件はこの佐藤さんと、この文春の記事を読んでいると、この種尾さんが亡くなった理由、まあ、種尾さんは殺されたと言っていて、じゃあ誰が殺したのかっていうと、この X 子さんじゃなくて、かつその浮気相手の Y さんじゃなくて、どうも父親の Z さんなんじゃないか、これ文春の記事には Z さんが殺したあの犯人じゃないかっていうことは書いてるんですが、Z さんが X さんの父親であるっていうことは、まあ、この警察官である父親だっていうことまでは書いてないんですが、これは僕の想像のところです。まあ、この X 子さんのお父さんであるっていうのは、だいたい容易に想像がつくヒントが散りばめられています。つまりですね、2006年に起こったこの事件、警察は自殺だと決めたんですが、判断したんですが、それがですね、この佐藤刑事で言うに、この捜査は非常にずさんだったと言ってるわけですね。で、なぜそんなことが起こったかっていうのは、これ推理ですけども、これは僕の推理ですが、2006年に人を殺したのは警察官が殺した、だからこの、まあ、露木さんじゃないですけど、警察の上層部は自分たちの部下が人殺しをしたなんていうのは大変な事件だな、だから殺人じゃなくて自殺にしてしまおうとした、警察の上層部はそういう動きをしたんじゃないかという疑いが出てくる。これすごいことですからね、警察が意図的に、まあ、恣意的にっていうか、捜査を進めた時に警察官が人殺しをしてるなんていうのは責任問題になるから、しっかりと捜査しなかったんではないかというのが一つの大きな疑惑で、それを12年後におかしいと思った心ある女性刑事さんが、これは殺人じゃないですかということで、再度自殺の線を消して捜査に当たったわけですね。30人以上の、殺一、殺徳、あと大塚警察というものが動いてですね、まあ、捜査していた。で、この当時、リフリン関係にあった Y さんが、X 子さんからですね、電話を受けて、その、谷尾さんが亡くなったその日の夜に電話を受けてですね、私は、X 子さんね、私は、刺してくれと、谷尾さんが刺してくれと言うから、刺したんだということを Y さんに電話で打ち明けてるとかですね、まあ、詳細は、事件の詳細は、もちろん記事を入れたけばわかるんですが、とにかくこの人は殺されているっていうことを佐藤さんは確信してるんですね、まあ、現場の刑事さんはみんな確信してるんですが、なぜかこの2006年もそうなんですが、2018年もですね、上の方から佐藤さんの偉い人から捜査を打ち切るようにと言われて、結局この X 子さんであったり Z さんは捕まってない。ただこの Z さんの家、お父さんの自宅や彼女のどこだ、別に住めた別宅にはガサ入れまで入っている、いわゆる捜索差し押さえ令状が出て、なぜかお父さんの家までガサ入れが入っていると。で、この木原さんと X子さんはこの2018年の時にはもうすでに結婚していたので、木原さんが X 子さんにもう警察にならないことを喋るなみたいなアドバイスはしてですね、結局、まあ、木原さんの
の力でこの事件が、まあ、捜査が止まったのか、それとも真犯人が警察官だから、警察が忖度をして、警察の上層部が忖度をしてこれ以上捜査をするなって言ったのか、これどっちか分かりません。両方かもしれません。ただいずれにしても本当に怖い話です。こういうね、人殺し殺人というようなものが起こった時に捜査をするのはもちろん警察なんですよね。でもその警察が自分たちの不祥事をもみ消すために殺人なのに自殺としてしまうというのは、そんなことをもししてるんだったらこれは大問題ですよ。だからもうそこを国民の皆さんに知ってほしいわけ。僕はこれ、この YouTube を作ることによって警察の上層部を敵にしますし、まあ文春からもひょっとしたらなんでそんな記事の内容全部ベラベラ喋るんだって言われるかもしれないし、佐藤刑事が明日どんな会見でどういうこと述べられるのかっていうのは非常に、僕も注目をしてるんですけども、このまま人殺し、いわゆる殺人の可能性が高いものをですね、警視庁の長官、警察長官の露木さんが、事件性がないと言ってしまったことで佐藤さんがすごく怒ってるわけですね。まあ、佐藤さんだけじゃなくて、これいわゆるだから警察の上層部と現場の刑事さんとの軋轢っていうか、それが一番大きな問題だと思います。現場の刑事さんについてるのはもちろん遺族であったりとか週刊文春ね。で、警察庁のいわゆる上層部についてるのが、木原さんとか、まあ、そういう自民党のこう、まあ、官邸に入ってるというか、そういう重鎮の人たちが、まあ、警察庁の上層部とひっついてるというですね、そういう今構図になってて、まあ、ガーシーが去年ですね、木原誠二さんの暴露を始めたからですね、これ以上ガーシーに木原さんのことをやられると、この X 子さん、木原さんの奥さんの絡んでいる種尾さんのこの自殺と発表しているものが、実は警察官による殺人事件であることを隠蔽しているのがバレるのが怖くなって、ガーシーに対して必要以上の、まあ、捜査をした可能性も否定できないですね。ガーシーはこの木原さんの暴露を1年前に始めています。でも木原さんの暴露をしていくと、この人実は愛人もいるんですけど、その程度の話じゃなくて、実際の正式な奥さんですね、現在の奥様が調べていったら、奥様の前の旦那さんが不審死を遂げているっていうことまでガーシーにやられると、警察のこの警察庁長官、警察の上層部は元警察官ね、元警察官が殺人事件を起こしたのをもみ消してることがバラされたくないから、無理やり、まあ、インターポールを使ってガーシーを捕まえて、今も保釈せずにね、釈放とかせずにガーシーをすごい悪い人のように仕立てようとしてるのではないかと。